皆さんは街中で携帯電話の充電がなくなり困ったという経験はないでしょうか。そんな窮地を救ってくれる日本初というシステムが登場しました。太陽光パネルが発電する電気で携帯電話を充電できるソーラー充電スタンドが東京タワーに設置されました。このシティチャージは太陽光パネルを使って電気を作って貯めたもので、誰でも自由に充電できます。太陽の光で充電できるこのシステム、シティチャージは東京都の発案で作られ、大手電機メーカーのシャープが手掛けました。一度に3人まで携帯電話の充電ができます。また搭載された蓄電池に電気が貯められるため、夜間や雨の日でも利用可能です。この蓄電池の容量は、充電時間を1人15分とした場合、およそ60人が携帯電話を充電できる分に相当するということです。すごいです。タバコ吸う人だったら喫煙所とかの、ね、駅の近くの喫煙所にあったりとかするときっと便利だと思います。もし自分がもし充電なくなったら使ってみたいなと思います。外国人へのおもてなしの意味もあって、旅行者が多い東京タワーに設置されたこのシステム、今日は舛添知事も駆けつけ期待を述べました。東京を世界一環境に優しいスマートシティに変えるという、スマートシティにすることの一つのシンボルになる。太陽光発電の普及啓発につなげていくと同時に、環境について考えていただくいい機会になればなというふうに思っています。今月中には忙しいビジネスマンが多い港区の虎ノ門ヒルズにも設置される予定です。アメリカのニューヨーク市内では同じようなソーラー充電スタンドが公園などにおよそ30基設置されているそうです。都内でも今後さらに増えるかもしれませんね。